次はこの方にバトンを渡します。佐川瑞穂です。いやあ、誰もが予想もしない、想定外のことが起きてしまいました。収束の鍵は、これは私たち一人一人の心がけじゃないかと思います。映さない。自分はかからないと思っても、ねえ、これだけは、わかりません。他人に映さないという思いが、一番大事だと思います。我慢です。辛抱です。どうぞコロナに負けないように、ここは乗り切っていきましょう。ちょっと私ごとで恐縮なんですけど、去年80歳になりました。入退院をしたりなんかしまして、病院の皆さんとか、看護師の皆さんに、本当に頭が上がらないほどお世話になりました。ありがとうございました。でも今はもっともっと大変な時期に入ってると思います。どうか、第一線で、私たちの命を守ってくださる方々への、看護師や、病院の皆さんに心からエールを送りたいと思います。頑張ってください。お願いいたします。ではここで、歌詞協会歌謡祭の映像がありますので、ちょっと見てください。今は幸せかい。佐川瑞穂さんです。遅かったのかい君のこと好きになるのが遅かったのかい他の誰かを愛した君は僕を置いて離れてゆくの遅かったのかい悔やんでみた遅かったのかい君はもういない幸せかい君と彼は甘い口づけ君を酔わせるかい星を見つめて一人で泣いた僕のことは忘れていいよ今は幸せかい悔やんでみても今は幸せかい君はもういないでは、次はこの人にバトンタッチします。